バックグラン、宇宙軍正式、精密再現モデル、戦略軍の1スケール、戦術機動メカ、アブゾノール、バリア、で、攻撃を防ぎ、吸着ワイヤーで、敵のエネルギーを吸収し、能力を奪うことを、目的としたメカ、ルク・クギル、が、ビデオも、捉えるために、地球の大気圏内で使用した、だが、イデ、の、エネルギーを吸収しきれず、オーバーヒートして、爆発した、全長、83.7メートル、重量、12,340トン、エンジン出力、175,000水力トン、エネルギー吸収炉を、吸着ワイヤー、特攻装備、前面に、電磁バリアを、張ることができる。アニメスケール、伝説巨人、ビデオ、重機動メカコレクション、アニメスケール、アニメ、メカ精密再現モデルは、手、足の、各関節部が稼働し、自由なアクションポーズが取れます。伝説の積み倉モデル特別企画、伝説の積み倉モデルの中で紹介したプラモデルで作ってデビューしてほしいキットがありましたらコメントをお載せください。リクエストが10件溜まったらそのプラモデルを作ってデビューしたいと思います。リクエストお待ちしています。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。